金メダル獲得となりました。さあ、いよいよ日本に表彰台の期待がかかります女子 3000m リレー A 決勝、まさに表彰台をかけた熱い戦いがこれから始まります。さあ、女子の 3000m リレー A 決勝、表彰台をかけて間もなくスタートします。日本の1走は31番をつけている伊藤亜由子、スタートに定評があります。さあ、女子の 3000m リレー A 決勝スタートしました。ここは韓国と中国がうまく飛び出しました。まずは3番手から。さあ、2走は29番桜井美和です。今回の大会の選考レースナンバーワンの成績で出場を決めたこの桜井、そして3番手は32番小澤美香です。小澤美香、今大会最初のファイナリストとなりました。その小澤がこの3走、そしてこの日本の女子を引っ張る神野にタッチが行われます。さあ、これで4人が回りました。川崎さん、はい、まずはこれスタートしましたけれども、ここまで動きはまだそんなに激しくありませんね。そうですね、まずちょっと1回落ち着いたところですからね、まあ、ちょっと間を空けるとマッチが危なくなりますから、まず1回しっかり追いつきたいところですね、韓国はペース上げてくるのが気になりますね。積極的に韓国がこれどん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 行っているように見えます。その後ろに中国、少し間が空いて日本です。まあ、今これ桜井美和が走っているこの2走ですけど、大体この2走の選手は結構速い選手を揃えてくる傾向ですかね。ここが順番的に行きますとアンカーになりますので、大体各国にエースが2走のところで走ってますね、はいはい。さあ、そして3走、今上位の2チーム、韓国と中国、そしてその後ろ日本とイタリア、少し間が開いてきました。ちょっと力の差がありますからね、ここは開いてしまうのはまあしょうがないと思うんですよ。これが逆にあの日本が前を追ってくるんですけれども、焦っておりますとやはり体力の消耗と、あとはあのミスを誘発しますので、ここはあの落ち着いてしっかりとタッチをしながら前を追っていきたいですね、はい。日本の後ろからイタリアがついてきます、まあ、やはりこの3番でフィニッシュするか4番でフィニッシュするか、これがまさに表彰台で上がれるかどうかの大きな境目ですよね。大きいですよ、ここであの最近どうしても日本はあの4番手というのが、ね、大きいので、今回はあの気合を入れてここをしっかりあの守ってゴールしてほしいですね、はい。さあ、ここからまた3走、まあ、イタリアの動き見ててどうですか、これ。もうしっかりあの体力を貯めて、今ついてる段階ですよね。スキャラバ抜こうという体勢を取ってますので、はい、あの落ち着きながらも、ちゃんとしたあのブロックをしながら滑らないといけないですね。ただこれ、日本がこう前を滑ってると、消耗度としては日本の方が多くないですか。そうです、それはそうなんですが、まあ、やはりここはもう気合で頑張るしかないですよね。残り10周となりました。あと 1000m と少し。もうレースは中盤を超えています、迎えています。もうすぐ終盤といっていい状況。さあ、先頭の方ですが、中国が先頭に立ちました。韓国を抜いて中国が先頭に立っています。さあ、そして3位争い、あっと今日本のタッチが乱れましたが、なんとかこらえた桜井美和、ちょっと足元が危ない。さあ、残り7周となります。しっかり頑張ってほしいですね。さあ、ここまで来るとどこまでこらえられるかですね。もうこらえるしかないですから、もう絶対にここでもう抜かれてしまっては後がないですから、はい、各選手絶対抜かれないように滑ってもらわないといけませんね、はい。さあ、常に後ろを気にしながら滑っている3番手の日本。さあ、そしてまたこれトップの方は韓国を抜き返しました。韓国のトップに立っています。中国も韓国に負けっぱなしですからね、今回は勝ちたいんじゃないですか。そして今この3番手争いがこのトップ争いとちょうど半周ぐらい遅れた格好になっています。さあ、そして残りが3周、あっと今日本がかわされた、イタリアにかわされた。日本4番手に落ちた。さあ、トップは韓国です。そして日本の方は今じりじりとイタリアとの間を広げられています。ラストの周だ。さあ、アンカーに渡った、アンカーに渡った。トップの方は韓国がリードを続けている。さあ、最後の1周に入ります。あーっと韓国転倒、韓国転倒。さあ、韓国が転倒した。そして日本が後ろから
がこれ転倒だとフォローがいませんか。そして今イタリアに続いて日本がこれは3番手でフィニッシュですか。3番ですね。驚きました。韓国がトップで転倒してその後フォローがいなくて今ようやく韓国フィニッシュ。絶対の強さを誇っていた韓国がここに来て大きく乱れました。まだ立ち上がれません。陣水湯これもうアンカーであともう少しあと1周というところだったんですが、珍しいですね。やっぱり左のエッジが抜けてしまったという感じ。ものすごい勢いでこのマットに打ち付けられました。そしてこの陣水湯の倒れてすぐ横から担架が運び出されようとしています。陣水湯が今救助を待っているところ。まあ、いずれにしましても現在のところこの 3000m 女子のリレー、まず中国がフィニッシュ、その後にイタリア、そして日本が3番目にフィニッシュラインを超えました。こういった順序で今レースが終わっています。さあ結果が出ました。日本3位、日本3位が決まりました。頑張りましたね。結局韓国が転倒。